2024年以降、数多くの F& ドライバーの契約が切れる中、特にノリス、ハミルトン、ラッセルの契約が2025年まで残っていることが注目されている。マクラーレンの CEO であるザク・ブラウンは、2023年シーズンが厳しいスタートを切ったものの、その後のチームの好転によってポイントを積み重ね、表彰台にも乗るようになった。ブラウンは、特にノリスとの契約延長を優先事項と位置づけており、その理由として、 ノリスの優れたパフォーマンススと人気を上げているノリスは英国出身であり、メルセデスやレッドブルなど、他の大手チームがノリスに注目していることから、競争が激化する可能性がある。ブラウンは、他のビッグチームが、2025年以降のドライバーラインナップについて見通しを持っていない中、ノリスのパフォーマンスにより、彼がトップに立つ可能性が高いと認識している。また、他のドライバーについても触れつつ、ノリスとの契約延長に自信を抱いている。 これにより、マクラーレンは、将来に向けて安定したパフォーマンスを維持するために、重要な戦略的な動きを進めていると言える。コメント、マクラーレンのザク・ブラウンが、ノリスを他のチームに奪われないかと懸念しているという話。もっともな話ですが、自分たちもピアストリを奪った経緯がありますので、あまり言えないと思います。お互い様でしょう。それと、ノリス自身、マクラーレンとの契約延長をすると言いながらしないのはなぜ ノリス自身映る可能性を持っているように見えますだからブラウンも他チームに言うのではなくノリスと話をすべきでしょう